皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。中学校の計算問題、今回は単項式、多項式と次数、この言葉の意味を説明します。まず単項式ですけれど、 3a や ab のように数や文字の積、ね、積の形だけで表した式、これを単項式と言います。 3a というのは数字の3と文字の a をかけた 3×a ですよね。 ab というのは文字同士 a×b 文字だけを掛け算している、このようなもの、これが単項式です。そして x とか文字一つ、これはマイナス5、数字だけのもの、これも単項式の種類になります。これに対して多項式、多項式は 3a+10 や a-2b のように、単項式の和、つまり単項式出す単項式、こういう形で表してあるもの、これが多項式と言います。もっと簡単な言い方もできます。足し算や引き算が入っていたら多項式だよと、こんな言い方ですね。足し算があったら多項式、引き算が入ってたら多項式、こうなんですね。その中で多項式の中で数だけの項、これを定数項と言います。括弧1に 4x+2 と書いてありますよね。この1番では 4x+2 の2の部分が定数項ということです。括弧には 6y-5 と、この式ではマイナス5、数字のマイナス5の部分がこれ定数項、こうなります。次の式を単項式と多項式に分けましょう、こういう問題です。先ほども言ったように足し算がある、引き算がある、これは多項式ですよね。足し算も引き算もない、これは単項式ということになります。では分けていきましょう。括弧1番3、数字だけで足し算引き算ないので、これは単項式です。2番 x+3、 足し算が入っていますよね、多項式です。3番 4a、 足し算引き算がないので単項式。4番 a-b、 引き算があるので多項式。5番 4x+7y、 足し算が入っていますね、ですからこれは多項式。6番 1/2ab、 足し算引き算がない、単項式ですね。7番 a2 乗、2乗になっていますけど足し算引き算は入っていません、ですからこれは単項式と。8番 3x2乗-2y+1、 ね、引き算足し算両方とも入っていますよね、もちろんこれ多項式、こうなりますね。分けるのは簡単ですよね。足し算引き算があったら多項式、なかったら単項式、こういうことです。次は次数について説明します。単項式の場合、単項式で掛け合わせている文字の個数、それをその単項式の次数と言います。括弧1番のは 4x ですね。この中に出てくる文字、掛け算している文字は x 一つだけですから、 4x の次数は1です。括弧2番 ab、 文字は a と b2つ掛け算しているので AB の次数は2。括弧3番 AB2 乗、ね、これは A×B×B のことですね。 B 2乗って B を2回掛けるということですから、ですから文字は3回掛け算しているので AB 2乗の次数は3です。括弧4番 6x2乗y3 乗、文字の部分 x 2乗 y3 乗ですよね。x を2回、y を3回掛け算しているので合計5回掛け算しているということで、 6x 2乗 y3 乗の次数は5と、こうなります。これに対して多項式ですね。多項式の場合は各項の次数で個別に見ます。最も大きいものをその多項式の次数と言います。括弧1番 4a3 乗-8ab+3 ですね。
一番前の 4A3 乗は A を3回かけているので次数は3、マイナス 8AB は A と B と文字を2回かけているので次数は2と、プラス3の部分はこれ定数項ですから次数はないです。で比べると次数は3と2、大きい方が全体の次数になるので 4A3 乗マイナス 8AB プラス3の次数は3、こうなります。括弧2番マイナス 3X 乗プラス 5Y、 前の部分マイナス 3X 乗の部分は X を2回かけているので次数は2、プラス 5Y の 5Y のところは Y 文字が1個で、ね、次数は1、大きい方を取りますから全体の次数は2、こうなりますね。括弧3番です。 X プラス 2Y マイナス 6Z、前の部分 X だけですから次数は1と、プラス 2Y の Y1 個しか文字出てこないんでこの次数も1と、マイナス 6Z 文字 Z だけですよね。1、一番大きいものはあって全部同じですよね。ですから一番大きいものも、ね、次数は1ということですから、括弧3番 X プラス 2Y マイナス 6Z の次数は1と、このようになるわけです。今回は単項式、多項式と次数についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。